次に特別定額給付金の給付状況についてご報告をいたします。こちらです。まず、本市では5月31日までに298,437件、全体の 86.3% の世帯の皆様からですね、申請を受け付けをしております。受理しました申請は職員と委託業者総勢約200人以上の体制により、審査給付システムへのデータの取り込み、支払い業務を行っておりまして、特に修正がない場合、約2週間で振り込みを行っております。当給付金につきましては、5月25日から今日までに、本日までに 48,323件、合計103億4970万円の振り込みを行いました。今週はさらに約7万7000件、170億円以上の給付を予定しております。今後も市民の皆様に一刻も早くお届けできるよう全力を尽くしてまいりますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いをいたします。